ガンモドキ。はい、どうもねみれです。皆さんどうですか、しのぶちゃん。しのぶちゃんが来ると思わなかったよね。いやー、運営さんめちゃくちゃ面白いな、やりおりますね。はい、でちょっとすいません、僕ね他の方のプレイ動画とかも全然見てない状況なんですけれども、んー、なんか意外と強そうじゃない、どうですか、どうなんだろうね。まあ工場キャラなんで、あの当然引かなくていいんですけれども、このスキル1がねなんか気になるんだよな。あの2段目、特にあの敵の残り体力の 10% を最大17連続ヒットでしょ。いや結構なダメージ量になると思うんですよね。これ回避しやすかったりするのかな。まあ、ぜひねちょっと引いた方はあの教えていただきたいなと思うんですが、特にいいなと思ったのがこの特性2の、自分を含む自チームの味方がお宝を奪取した時体力が 10% 回復、これめっちゃ良くない。これとかって多分あのザクトレとかですげえいいよね。うん、珍しい特性ですね。ゲッターだったら普通自分が抜いたら体力回復ってのあるんですけど、味方が抜いて体力回復か。はあ、なるほどね、そうきたか。そんなゲッターって他にいたかな、これまで。いや、シンプルになんか特性が優秀だなと思ったんですよね。このキャラ特性の自分がいるお宝エリアに味方がいるとき、はい、これスキル2のクールタイム短縮が 50% 増加。いや、これもいいでしょ、普通に。だってディフェンダーがずっと旗貯めてるときに、クールタイム短縮があるってことでしょ。しかも 50% も。いや、これいいよね。でもスキル2ってそもそもクールタイムが21秒なんで、結構どんどん回転率高まるでしょうね、これはね。まあ、そもそもこれがそんなに強くないのか、スキルが。まあ、でもぶっ飛ばしがついてる。いやー、いいと思うんだけどな。なんか使い方によっては良さそうかなと思うんで、一回引きますか。やべえな、なんかもうちょっと恒例みたいになっちゃってるね。引くみたいなのが。良くないよね、これ。本当にもう、いや、しのぶちゃんはちょっと良さそうだから、引いてみるだけだよ。あ、なんか確定かな、これは。なんか確定っぽいですね。おー、オッケー。何かは確定だと。さあ引いてみましょう。はい。オッケー。おい、びっくりした、今スネークマンだったよね。マジでビビった。オッケー、行こう。まあでもあの一体、おい、来んなよ、いきなり。まあでもそんなもんじゃないですかね。はい、ああ、なるほどね。まあ、しのぶちゃんは当たりませんと。いや、でも、嬉しい。ありがとう。100レベルになってないのが来ると嬉しいよね。そしてなんでこのアーロンが今更ですけど、お前なんで星4なんだっていう話はあるんですが、まあそれは置いといて、皆さんはスルーしていきましょうって感じですね。はい。で、今回はこのしのぶちゃんじゃなくてね、あの、リーク情報があるのでね、ぜひちょっとそちらを見ていただきたいと思うんですけれども、ズバリ、海軍のガチャが来るということです。ちょっとこれをね、あの、引くべきかどうかを考察していきたいと思うんですけれども、そもそも、まあ海軍のね、あの、キャラタイプ効果見てみましょうか。はい、こちらですね。自チームのお宝エリアにいるとき、ぶっ飛ばされる距離がね、最大この合計レベル600になれば 60% 減少するということですね。はい、全く使わん。全然いりません。せめてさ、これ自チームのお宝エリアという条件がなかったらね、まあ、まあいいかなって感じなんですけど、なんか微妙だよね。その条件が微妙なんだよな。なんか体力 50% 以上の時、もう全くそのぶっ飛ばされなくなるとかだったらいいかなと思うんですけれども、距離が減少だしね、そもそも。そうなんだよな。なんかぶっ飛ばされなくなるとかだったら、ディフェンダー以外のね、キャラとかにはつけてあげたいんですけどね。ディフェンダーとかってもうぶっ飛ばされないみたいなね、あの特性をよく持っていると思うので、こんな制限ついてさらに 60% 程度でしょ、ちょっと実感が湧かないかなと思います。ということで、まあサポート的にはそこまで使えなさそうですね。で、出てくるキャラクターを見ても、はい、こちらの対象キャラのとこ見ましょうか。キャラ一覧で見ても、まあ、赤犬はね、この辺りの赤犬は、まあ、超フェスなんで、当然出ないとして、一番良くてもコビーかな。まあ、メダルを、まあ、いいもの揃えるって意味だと、コラソンと、この一章、はい、コラソン一章あたりかなと思いますが、それ以外はサポートということで、もう今回はね、気持ちよくスルーです。はい、ありがとうございます。もう気持ちよくスルーさせていただきます。今までちょっとね、七部会とかゾーン系とか来てたので、どうしよう、引こっかなって迷った方いると思うんですけど、今回は気持ちよくスルーができそうかなと思います。素晴らしい。でもさ、改めて見てみると、海軍キャラってそこまで多くないんですね。僕が持ってるのだと、このあたり。はい、で、未開放含めても、このスタンピーロスモーカーと、あとは誰だ？はい、このクザン。それぐらいかな？
いや、ほんとそれぐらいですね。いや、なんかこう見てみるとね、意外と少ないかなと思ったので、ちょっとね、今後、まあざっくりなんですけど、出てくる海軍キャラっていうのをちょっと考察してみましたと。まずはやっぱりキザルじゃないかなと思いますね。彼はね、最初の三大将、クザンと赤犬と、このさ、ボルサリーノ、キザルの中で唯一1体しか、この1体しか出てないんですよね。はい。他はね、やっぱ赤犬とかでね、超フェス出されてしまってますから、ちょっと キザルさんとしては悔しいんじゃないかと思いますので、うん、ぜひね、2体目を出してほしいなと、はい、思っておりますね。まあ、そして僕、個人的にちょっと期待したいのが、中将たちですね。モモンガとか、あと、バスティーユとかね、はい、この辺りを期待したいところかなと思ってます。いや、モモンガとかさ、意外となんか名脇役みたいな感じしてるよね。ハンコックからの誘惑をナイフでブスッって手を刺して打ち勝ったね。もうこれ男としては人類最強だと思うんですよね。いや、だって僕ナイフで刺しても固まる自信ありますから、あれだったら。そういう意味だとやっぱね、もうこの何男の欲を抑えられるっていう、もう生き物もだから人類最強ですよね。ぜひね、ナイフブスーっていうスキルをね、持ってきてほしいなと、はい、思っております。そして次ね、僕が期待しているのは、はい、サウロちゃんですね。はい、デレシシシのサウロちゃん。サウロちゃんいいよね、本当に。まあ、サウロを単体で期待してるってよりかは、結構巨人族、はい、来てほしいなと思ってるんですよね。もうさ、ドリーとかブロギーでもいいから、とにかくなんか巨人族1体出してほしいなと、はい、個人的には思ってるんですよね。なんか面白そうじゃん。でもなんとなく出てくるとしたら、工場でクソほど弱いかなと思ってます。はい。そして僕がね、本当に一番、まあ来てほしいと思っていると言っても過言ではないのが、パシフィスタですね。はい。まあ、バーソロミュークマちゃんがね、改造させられてパシフィスタになっちゃいましたけれども、あれ結構来てほしいと思うんですよね。割と最強キャラだと思うんだよな。まあ、ちょっとね、スキルがレーザーしかないんですけど、レーザーとなんかもう、めちゃくちゃ固まるみたいな、防御力アップみたいな感じかもしれないですけど、なんか来たらちょっと面白そうだなと思って、はい、もうぜひちょっと期待しているところですね。まあ、コミック派とかアニメの派の方がね、いらっしゃるんで、もう詳細には言えないですけれども、うん、海軍が持つね、ね、はい、ああいうやつとかも、ちょっと今後期待したいなと、はい、思っております。いや、ということでね、まあ割と海軍でもまだまだ出てないキャラって他にもいるなと思って、まあ、ただもう、おつるさんとかもそうだよね。よくわかんないよね、おつるさん。何、ウォシウォシの実？何そんなの？もう、ネタつきとるやん。何々のミーの。ネタつきとるやんけ、あれ。まあそういうのもいるので、今後も期待したいところですが、まあ僕ダイヤ消費してまで欲しいキャラは海軍にはいないかな。あ、さっき言ったパシフィスタぐらいかなと、はい。ここまで考察しといて、はい、うん、いないという感じですかね。うん、まあでもね、今回のガチャは、総じてまとめて言うと、スルーでいいかなと思いますので、ぜひね、まあ参考程度にね、はい、行きたい方がいるのは、承知の上ですので、まあ参考にされてください。はい、ではお疲れ様でした。